ルイス・キャロル、ルイス・キャロル、ルイス・キャロル、1832年1月27日から1898年1月14日は、イギリスの数学者、論理学者、写真家、作家、詩人である。本名は、チャールズ・ラトウィジ・ドジソンで、作家として活動するときに、ルイス・キャロルのペンネームを用いた。このペンネームは、チャールズ・ラトウィジをこれに対応する。 ラテン語名ケリラするデビーカスに直し、再び英語名に戻して、順序を入れ替えたものである。なお、ダッドソンの実際の発音は、ドジソンではなく、ドッドソンに近いという説もあるが、この記事では慣例に従い、ドジソンと表記する。作家としてのルイス・キャロルは、不思議の国のアリスの作者として、非常によく知られている。カバン語として知られる複数の語からなる造語など、 様々な実験的手法で注目されている。数学者としては、チャールズ・ロジソン名義で著作を出している。キャロルの作品は出版以来人気を博し続けており、その影響は、児童文学の域に留まらず、ジェームズ・ジョイスやホルヘルイス・ボルヘスのような20世紀の作家らにも、及んでいる。ロジソンの一族は、アイルランド系の地を含む北部イギリス人である。 保守的な英国国教徒であるドジソンの先祖の大半は軍人化聖職者という英国の上層中産階級における二つの伝統的職業に従事ていた。ドジソンの祖祖父である同盟のチャールズ・ドジソンは主教であった。また同じく同盟の祖父チャールズは陸軍大儀だった。この祖父は1803年に二人の息子がほとんど赤ん坊の頃戦死した。 この息子たちのうち、父の名を継いだ兄のチャールズは生殖につき、ウェストミンスター学校から、オックスフォード大学のクライストチャーチに進んだ。チャールズは数学に対して、添付の才能を示し、二度にわたり、主席の成績を収め、大いに将来を植望された。チャールズは1827年に、いとこ、フランシス・ジェイン・ラ・トーイチと結婚し、教区牧師となった。 1832年1月27日、チャールズ・ドジソン、後のルイス・キャロルは前日の教区牧師、チャールズ・ドジソンの長男として、チェシャー州、ウォーリントン、ダーズベリの小さな牧師館で生まれた。チャールズの上には二人の姉がいた。また、チャールズの下には八人の定前がいたが、女七人、男四人の兄弟姉妹全員が、誰一人溶接せずに成人となることができた。 一度ジ,ジソンは結婚したために大学での数学の教職、当時は独身が条件であったを断念したが、聖職者として多くの説教集の出版やテルトリアノスの翻訳を行い、日本大聖堂の大出事につき、英国国教会を二分した激しい宗教論争に関わるなど、聖職者として出世した人物である。ドジソンは公共会派であり、アングロカトリック主義者であり、 進学者、ジョン・ヘンリー・ニューマンとトラクト運動の賛同者であった。チャールズは喫音だった。幼年期のチャールズは兄弟姉妹と共に家庭内で教育されていて、7歳にして天土歴帝に目を通した。チャールズが11歳の時に、父はヨークシャー州クローフトに転任し、一家は広々とした教区間に引っ越し、以後25年間にわたり一家はこの教区間で生活した。 12歳の時にチャールズはリッチモンドの小さな私立学校に入学した後、1845年にラグビー校に転校したが、数年後にラグビー校を離れるにあたり、チャールズは以下の文章を記している。地球上のいかなる報酬も私の3年間をもう一度繰り返させることはできないでしょう。もし正直に言って構わなければ、夜の反問にとらわれなければ、 私の日常の苦労はより耐えうるものとなっていたでしょう。しかし、数学講師の R.B. メイヤーは、ラグビー校に赴任して以来、彼の年齢で彼ほど有望な少年を見たことがないと、述べている。1850年の終わりにチャールズは、ラグビー校を卒業し、休養期間を置いて、1851年1月に、父の母校である、オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジに、 入校したが、47歳だった母フランシスが、髄膜炎か、脳梗塞と、ぼし式脳炎で死去し、入校のわずか二日後に実家に呼び戻された。翌年、チャールズは、文学志望第一次試験に合格し、父の旧友エドワード・ピュージーから、スチューデントシップ、クライスト・チャーチにおける特別研究員に指名された。1854年にクライスト・チャーチを最優秀の、 成績で卒業した後、同校の数学講師となったチャールズは、以降26年間にわたり、仕事を続けた。また、チャールズは、オックスフォードで転換と診断された。これは、当時の社会では、非常に、不名誉なことだった。しかし、近年のシカゴ・イリノイ大学転換診療所の、リジ・ジョン・アール・ヒューは、チャールズの転換は誤診だった可能性を主張している。 1856年3月18日にチャールズは、オックスフォードの学友である、レジナルド・サウジーと共にカメラを購入し、写真撮影を趣味とするようになった。現存するチャールズの写真作品の完全な一覧は、ロジャー・テイラーによる、ルイス・キャロル、フォトグラファー、2002年 ISBN0691074437 に掲載されている。テイラーの計算によれば、 現存する作品の半分以上は少女を撮影したものである。カメラを入手した1856年のうちに、チャールズは一連のアリスシリーズのモデルであるアリス・リデル、当時都市の撮影を行っている。ただし、口述するように、現存する写真は、チャールズの全作品の3分の1に満たない。チャールズのお気に入りの被写体は、XC、シュジェイコとアレクサンドラ・キッチンであった。 エクシーが4歳から16歳までの期間にわたり、約50回の撮影を行っている。1880年にチャールズは16歳のエクシーの水着写真を撮影する許可を取り付けようとしたが、これは許されなかった。ほぼすべての少女写真では、被写体の名前が写真の角に色づき、インクで記されている。チャールズの作品の中には、少女たちに中国人風やギリシャ人風、 物イ風など様々な衣装を着せて撮影された今日で言うところのコスチュームプレイの写真が多数含まれている。チャールズは少女たちのヌード写真も多数撮影したと考えられているが、それらの写真の大半はチャールズの存命中に破棄されたか、モデルに手渡されて散逸したと推測されている。これらのヌード写真は長い間失われていたと考えられていたが、6枚が発見され、 そのうちの4枚が公開されている。チャールズが少女ヌードを撮影していた理由としては、チャールズがロマン主義の影響を強く受けており、神に最も近い純粋無垢な存在として裸の少女たちを見ていたのではないかとの指摘が、一方で彼の少女ヌードの撮影やスケッチは、後の章で述べるように、長らくチャールズを小児性愛者であるとの推測に結びつけてきた。 チャールズは写真術が上流の社交サークルへのデビューに役立つのにも気づいた。ロジソンは彼個人の写真館を所有し、ジョン・エバレット・ミレー、エレン・テリー、ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティ、ジュリア・マーガレット・キャメロン、アルフレッド・テニスンらの肖像写真を撮影している。チャールズはまた多くの風景写真や骨格標本写真も撮影した。チャールズは1880年に、 唐突に写真術をやめてしまった。二十四年の間に、チャールズはこの表現手法を完全に習得し、クライストチャーチの中庭には彼自身の写真館を持ち、約三千枚の写真を撮影していた。これらの写真のうち、千枚足らずが破損を免れて、現存している。チャールズは毎日数時間を費やして、個々の写真の撮影状況に関する詳細な記録を、 書き残していま、この記録は失われてしまった。モダニズムの到来に伴う時代の移り変わりにより、1920年代から1960年代まで写真家としてのチャールズは忘れ去られていた。現在では、ドジソンは近代の芸術写真に大きな影響を及ぼしたビクトリア期における優れた写真家の一人とみなされている。 若い頃のチャールズ・ラ・トーイチ・ドジソンは、カールした茶色の髪と青い目を持ち、身長約5フィート11インチ、約180センチの、スラッとして、ハンサムな、夢見心地な表情の青年だった。17歳の終わりの頃に、ドジソンは、重い百日咳を患い、右耳の聴力に障害を負った。おそらくこの百日咳は、彼の後の人生における慢性的な肺の弱さの、 原因となった。ドジソンが成人期まで引きずった唯一の明らかな欠点は彼自身がためらいヘシタチオンと名付けていた喫音癖だった。この性癖は幼少期に身につき生涯にわたりドジソンの悩みの種となった。喫音はキャロルを取り巻く神話の重要な一部である。ドジソンが喫音を起こしたのは 大人との交際の時のみであり、子供相手には自由にスラスラと喋れたというのが、キャロル神話の一つだが、この主張を裏付ける証拠は存在しない。ドジソンと面識のあった多くの大人が彼の喫音に気づかなかった一方で、多くの子供が彼の喫音を記憶している。ドジソンの喫音は、門切り型の大人の世界への恐怖に、由来するものではなく、生来のものだった。ドジソン自身は、 彼が出会ったほとんどの人々よりも自分の喫音を深く気にしており、不思議の国のアリスにおいては発音しにくい彼のラストネームをもじった堂々として自分自身を銀河化している。喫音癖はしばしばドジソンにつきまとい彼を悩ませてはいたが社交生活における他の長所を打ち消すほどひどいものではなかった。ドジソンは生まれつきの社交性と強い自己顕示欲を持っており、 周囲の注目を引きつけ称賛されることに喜びを覚えていた。人々が社交上の技術として彼ら自身の娯楽のための歌唱や死の朗唱が求められていた時代、若いドジソンは魅惑的な芸人としての技術を身に備えていた。ドジソンは聴衆の前で歌うことを恐れてはおらず、それなりの歌唱力を持っていた。ドジソンは物真似と物語の達人でもあり、 彼のジェスチャーゲームは好評を博していた。ドジソンは社会的にも野心家であり、作家か画家として何らかの方法で世間に才能を示すことを絶望していた。ドジソンが最終的に写真術に転向したのは画家としての才能が不十分だと自覚したためと考えられる。あるいはドジソンの学者として成し遂げた業績は、 彼が芸術の分野で達成することを望んでいた成功を埋め合わせるためのものだった可能性も考えられる。初期の創作と不思議の国のアリスの成功の間の期間にドジソンはラファエル前派の社交サークルに入会した。ドジソンは1857年に美術評論家ジョン・ラスキンと知り合い、親しい友人となった。ドジソンは画家ダンテ・ゲイブリエル・ロセッキと 家族ぐるみの親密な交際を行い、ウィリアム・ホルマン・ハント、ジョン・エヴァレット・ミレー、アーサー・ヒューズといった画家たちの知り合いでもあった。ドジソンは幻想作家のジョージ・マクドナルドとも知り合い、ドジソンがアディスの原稿を出版社に送る決心をしたのは、マクドナルドの娘の熱心な勧めによるものだった。創作の分野において、キャロルは詩や物語を執筆して多数の雑誌に寄稿し、 それなりの成功を収めていた。1854年から1856年の間に、キャロルの作品は、ザ・コミック・タイムズ誌と、ズ・トレイン誌のような国民的雑誌や、ホイット・ビー・ガ・ゼット誌や、オックスフォード・クリティック誌のような、より小規模な雑誌に掲載された。キャロルの作品の大半はユーモラスなものであり、しばしば風刺的だった。しかし、キャロルの目標と、 志ははるかに高いところにあった。1855年7月にキャロルは、私はまだ、ホイットビーガゼットや、オクスニアンアドバタイザーでの作品も含め本当に、出版に値するものを書いたとは思っておりません。しかし、いつの日か出版に値するものを書くことを諦めては、おりませんと書いている。不思議の国のアリス出版の数年前から、 キャロルは子供向けの本によって収入を得るという考えを温めいた。年を経るにつれ、この考えは洗練されていった。しかし、金銭的収入に向けられたキャロルの抜け目のない心は常にこの考えに留まり続けた。1856年にキャロルは後に有名になる。この筆明で書かれた最初の作品を発表した。ザ・トレーン氏に発表されたソロトゥード。 孤独と題された短い歌の上に、ルイス・キャロル、ルイス・キャロルの名前が記された。この筆名は、彼の本名の文字里である。ルイスは、ラトウィッチのラテン語名の、ルデビカスを、キャロルは、チャールズのラテン語名の、ケリラスを、それぞれ英語化したものである。同年に、新しい学領長であるヘンリー・リデルが、祭司を伴って、クライスト・チャーチに転任してきた。 リデルの家族は、その後何年もの間、ドジソンの作家人生に重要な影響を及ぼした。キャロルは、リデル家、特にロリーナ、アリス、イーディスの三姉妹と親しく交際した。ゴッドス・トゥイやニューナムでのリデル三姉妹を連れてのボート遊びは、一種の習慣となっていた。1862年7月4日、ドジソンは、リデル三姉妹及び友人ロビンソン・ダックワースとの アイシス川へのピクニックの途上において、後に振り返ってみると彼にとって、最初で最大の商業的成功を垂らすことになる、ある物語の筋書きを生み出した。最初のアリスの物語である。口頭で語った物語を、ドジソンはアリス・リデルから文章に書き起こすようにせがまれた。下書きの執筆は、第2回ロンドン万国博覧会見物のための列車内で行われ、 1863年2月10日に本文が完成した。1864年9月13日に書き上げられた手書きの差し絵を添え、同年11月26日に、親愛なる子へのクリスマスプレゼントとして、夏の日の思い出に贈るとの拳字と共に、地下の国のアリスと題された、肉筆本がアリスに贈られた。後にドジソンはその写本を、マクミラン社に示し、 直ちに好意的な反応を得た。交換にあたり、ロジソンは、アリスの本文を12,715号から26,211号へと書き足した。課題の、アリスはマングザフェレス、妖精の国のアリスと、アリス、エス・ゴールデンアワー。アリスの黄門の時間が却下された後に、ついに、不思議の国のアリスは、ルイス・キャロルの失明により1865年に出版された。 今回の挿絵は、ジョン・テニエルが手掛けた。シカ版と異なり交換される本には、専門の画家の腕前が、必要とドジソンは判断したようでる。不思議の国のアリスの即時的かつ驚異的な、成功により、著者の人生は、ドジソンとしての現実の人生と、ルイス・キャロルの周囲に展開する神話の二つに、事実上二分されてしまった。キャロルは、金銭的に成功し、 彼の物語によって広く知られるようになったもう一人の人格が作り上げられた。不思議の国のアリスの著者として知られている少女と浮世離れした変人のイメージである。推しも推されもせぬ名声と富を築き上げる中で、ドジソンは1881年までクライストチャーチの教職を続け、死ぬまでそこの住居に泊まった。キャロルは1872年に 鏡の国のアリスを発表し、1876年には、ジョイス的な模擬英雄誌、スナーク狩りを発表した。この本は、アリス以降の重要な子供友達であるガートルード、チャタウェイ捧げられている。1886年12月22日には、地下の国のアリスの複製本が五0部出版された。1889年と1893年には、 最後の小説であるシルビーとブルーノの各巻を発表した。キャロルは自分が書いた手紙について記録を残しているため膨大な量の手紙を書いたことが知られている。キャロルはアリスのレターセットとパンフレット手紙を書くサイノイ8、9の心得を出版している。ドジソンはまた彼自身の本名により多数の数学論文や著書を発表している。 不思議の国のアリスが好評を博し、ビクトリア女王が他の著作も読みたいと依頼したところ、行列式書法という数学書が送られてきて、面食らったという逸話が残っている。しかし、キャロル本人はその逸話が事実無根であると否定している。66歳の誕生日を間近に控えた1898年1月14日、ドジソンはギルフォードにある姉妹の家に滞在中に、 インフルエンザから併発した肺炎で死亡した。ドジソンは死後、ギリフォードのマウントセメタリーに埋葬された。ルイス・キャロルは当時の様々な技術的問題についても関心を示していたと考えられる。キャロルが新技術を理解し使用できたという事実は彼のカメラの使用によって裏付けられている。当時のカメラは現在のような扱いやすい装置ではなかった。 これらの発明のうちの一つが1891年9月24日のキャロルの日記に見られると呼ばれる筆記法とそのための道具にクトグラフである。この発明はキャロルが夜間に思いついたアイデアでもそれを書き留めるまでは眠りにつくことができなかったにもかかわらずベッドに戻るまでに照明の点灯などの煩わしい手順を嫌ったとから生まれた。キャロルが発明したのは上に 正方形の穴が配列されたカードだった。このカードの左上の穴を通して点を書き、他の穴へと点を書き進めていくことにより、書き手は彼の望む文字や数字のようなシンボルを表現することができた。ニクトグラフィによる文章が現存しないことから、この方法は長い文章には用いられなかったと思われる。しかし、キャロルがニクトグラフィによる短いメモを書き留めておき、後に、 日記の文章として書き直した可能性は十分に考えられる。またキャロルはワードラダーと呼ばれる単語パズルも考案している。少女への悪ことなき関心や多くの子供友達の存在、オスカー・ギュスターブ・レイランダーによる初期の自動写真の収集、少女俳優制度の改革以前のロンドン劇場への愛着、少女のヌード写真やセミヌード写真あるいはスケッチといった。 キャロルの作品に関わる心理分析は、キャロルが少女愛者、ロリータコンプレックスだったとの憶測を呼び起こしている。キャロルはその作品と人生から少女愛者として考えられ、伝えられることが多い。ロリータの作者ウラジーミル・ナボコフも彼の作品と人生に影響を受けており、ナボコフはルイス・キャロルを最初のハンバート・ハンバート、 ロリータの主人公の中年男と呼んでいる。当時は、児童のヌード写真は珍しいものではなかったとの主張により、議論はさらに複雑になっている。ビクトリア期における、キャロル以外の著名な児童ヌード写真撮影家としては、ジュリア・マーガレット・キャメロンや、フランシス・メド・ー・サートクリフがいる。キャロル神話と名付けられたキャロライン・リーチによる物議を、かもした調査報告によれば、 ロジソンを少女愛と関連づけた最初の発想は1932年のラングフォードリードによるズリフ・オブ・ルイス・キャロルの中で現れる。リーチによればキャロルと少女たちの友情は彼女らが思春期、すなわち1870年代のイギリスにおいては16歳前後の年齢に達するとともに常に終わりを告げたと最初に述べたのはリードだった。ただしリードの主張は あくまでキャロルが肉欲によって汚されていない純粋な男性だったことを強調するためのものだった。ドジソンが思春期以降の女性には興味を持たなかったとする主張は後の電気作家らによって受け継がれた。ドジソンの遺族らがドジソンの日記や手紙類を公開することを拒否したため、これらの電気作家はその主張と相反する資料には気づかないままだった。 大人の世界を拒絶し、子供らとの交際に専念する、ドジソン像は、フローレンス・ベッカーレノンによる、ビクトリアス・ルー・ザ・ラー・キング・グラス、1945年、いや、後世のキャロル像に大きな影響を与えた、アレキサンダー・テイラーのザ・ホワイト・ナイツ、1952年においても、主張され続けてきた。ドジソン少女愛者説の一つとして伝えられている、 キャロルが十三歳のアリズリデルに求婚したという逸話は、口述するリーチの研究によれば、キャロルは一種のピーター・パンだったと、一仮説を提示したフロレンス・ベッカー・レノンの伝記により、広められた。しかし、この逸話を裏付ける一時資料は存在しない。これらのドジュソン像は、ドジュソンの子供に向ける関心が無くなものと解釈するか、小児性愛的なものと解釈するかの違いにより、 別の傾向を帯びた。この後、主にジャーナリズムの世界で続流のフロイト風解釈により少女愛者像が生まれた。ドジソンの少女愛者説は1995年のモートン公演によるルイス・キャロル A バイオグラフィーにより再提起させられた。公演は、ドジソン自身は彼の少女ヌード写真を神秘的なものと主張してたが、ドジソン自身も自覚しない少女に対する、 情緒的な愛着をドジソンは抱いていたと述べている。公演はさらに撮影に際して少女の母親が同席するよう求められていたことに着目し、ドジソンが彼自身の過ちに対する保険としてこれらの用心策を用いていたのではないかと前景書228から229ページで疑問を呈している。公園はドジソンの少女ヌード写真は多くの友人から 何らのエロチシズムも感じさせないと納得されていたものであることを認めつつも、続けて、後の世代はその表層の下にあるものを見たと付け加えている。少女のヌード写真に関わるドジソンの揉め事についての唯一の記録は、ドジソンと名誉一家についてのものである。1879年にドジソンは、オックスフォードの学寮であるアンドリュー名誉に対して、公園が言うところの、 いくつかの興味をそそられる手紙を書き送っている。公演の記述によれば、ドジソンは他の大人の立ち合いなしで、メヒュー家の6歳と11歳と13歳の3人の娘たちのヌード写真を撮影する許可を求めようとした。メヒューの両親はそれ以前はドジソンによる娘らの撮影を認めていたにもかかわらず、この申し出を拒絶した。さらに公演は、これと同時期に、 ドジソンとメイヒュー一家が突然の絶縁状態に陥ったことを中期している。リーチはこの問題は幼い妹たちの撮影によるものではなく、ドジソンが年長の姉の体を正面から撮影しようとしたことによるものと主張している。ドジソンの性的傾向に関する新たな分析は、キャロルの電気の変遷についての研究を含む、キャロライン・リーチのイン・ザ・シャドウ・オブ・ザ・ドリーム・チャイルド、 1999年の中で現れた。リーチは、ドジソンが少女愛者であるとする主張は、ドジソンが成人女性に興味を持たなかったという電気作家による誤った見解とともに、ビクトリア期の倫理観に対する無理解から生まれたのと主張している。リーチは、この単純化された架空のドジソン像をキャロル神話と命名した。リーチの述べるところによれば、 一時資料を参照する限りでは実際のドジソンの生活は交換に受け入れられている電気中のイメージとは全く異なるものだった。現実のドジソンは大人の女性に対しても強い関心を抱いており既婚や独身の多くの女性との交際を楽しんでいた。これらの女性の多くは成人後もドジソンとの良好な関係を続けていた子供たちだった。これにより ドジソンは14歳以上の女性に興味を持たなかったとする説は完全に論破された。キャサリン・ロイド、コンスタンス・バーチ、エディス・シュート、ガートルード・トムソンらの女性は成人してからドジソンと出会い、親密な友情を築き上げている。当時の大学教員は教会の聖職者の扱いであり、子供と親しいことよりも大人の女性と親しいことがスキャンダルとなった。 ドジソンの遺族らが個人の評判に配慮して、前述の成人女性との交際のあらゆる記録を長年にわたり引匿したことから、ドジソンは子供にしか興味を持たなかったという誤ったイメージが生まれた。その結果、ドジソンは少女愛者だったという主張が広まった。このリーチの主張はいくつかの古典的なドジソン少女愛者説を否定するのに貢献した。 リーチの主張は以下の通りである。ロジソンの社会的な不名誉は子供のヌードモデルの使用よりもむしろ年長のモデルに対する水着や慎みにかける衣装の着用の要望により引き起こされたのである。これらの露出度の高い衣装を着用した年長のモデルの写真が全て破棄されたために少女の写真だけが批評の対象として残されたという。ビクトリアン・スタディーズ ボリューム43ナンバー4での批評において、ドナルド・ラッキンは、一個の学術的研究として、キャロライン・リーチの、イン・ザ・シャドウ・オブ・ザ・ドリーム・チャイルドを真剣に受けめることは、困難であると評している。イン・ザ・シャドウ・オブ・ザ・ドリーム・チャイルドにおいて、キャロライン・リーチの唱えた説は、大きく二つに分かれる。一つは、キャロルの少女愛者像を否定するもので、もう一つは、 リデル学領長婦人とキャロルが一種の愛人関係にあったというものである。後者の愛人説は反論も多く、まともな学説として受け入れられている状態とは言い,い、がたい。しかし、前者の小児性愛者でなかったという前提そのものは、エドワード・ウェイクリングやダグラス・アール・ケルなどの多くの研究家に支持されている。2003年10月にレンヌで行われた第2回国際ルイス・キャロル会議では、 キャロルの少女愛者像は、はっきり神話であると扱われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。